前最近縦画面でやることを覚えて縦画面でやってるんですけど、なんか横画面だと時間が見られなくって、それでいつもなんか別の時計とかで見てたんですけど、縦だと時間が見えるんですよ。それで、でもなんかまだ縦画面全然慣れなくって、ちょっと時計用意しそうになるし、時計を見たいときに、なんかこっちを見ない習性がついてて、横なんか、そう、なんか時計消えるよ、時計縦だと消えるんですか、なんか今縦なんですけど見られてって、今は縦です。縦横はロックしてないです、なんかロックでも、なんかよく考えればあんまり横にしてみないかもしれないですね、あんまり。なんか YouTube とかはそれ見る用の端末があって、iPad なんですけど、でスマホはなんか LINE とかメールとかそういう時しかあんまり使わなくって、なんだろう、大学の予定見たりとかだから、縦、そう、なんか縦の方が顔が近いっていうお話だったんですけど、どうですかね、私はあんまり変わらないかなって思うんですけど腕時計使ってる、腕時計はなんか使わないんですけど、いつもはなんか大学のテストの時に、なんか大学って時計がなくって、教室に、それで多分なんだ、センター試験とかも、センター試験だっけ、今って共通テストでしたっけ、どっちだったっけ、なんか教室にあれ時計がないから腕時計とか持っていかないといけないんですけど、それで私の大学もないので、その時だけ持っていきます。なんかアップルウォッチもダメで、アップルウォッチでなんかカンニングしちゃった人がいたらしくって、それでダメらしいです。アップルウォッチ持ってないんですけど、そう、アップルウォッチっていいですか、なんか中学校の時に友達が持ってて見せてくれて、それでなんか写真とかも入ってて、本当になんか画面が小さくなったスマホみたいな感じだったんですよ。それでなんか推しの画像がすごいちっちゃくなってて、本当になんかお米より小さくって、それをいっぱい入ってるのをなんか買ったよって見せてくれて、わーすごいちっちゃいって思った記憶があって、アップルウォッチが良い、充電がない、バッテリーが あんまり持たないんですかね、でも小さいから、そうですよね、いっぱい充電持たないですよね、貯められないですよね、縦も横もなんだっけ、大きさ変わらない、なんか iPad だとなんかスマホで見るよりなんか大きくって画面が、それでなんだか、まあ YouTube とかはなんだろう、いいと思うんですよ、スマホで全然
お気軽に。でもなんかあのなんだろう、なんかサブスクであの動画配信サイト、ドラマとか配信してるのを見るときとか、あと見逃し配信とか見るのとかするときに、やっぱりなんかドラマは大きい画面で見たいので、映画もなんですけど、それで iPad で見てます。あとスマホの充電がないときとか、なんか充電しながら使うとバッテリーが消耗しちゃうって聞いて、多分中学校の時だったと思います、アップルウォッチ。なんかなんか覚えてるのが、多分推しをトップ画面にできる、あ、じゃあそういうのはあれですね、スマホと機能が同じなんですね。アップルウォッチつけてると iPhone のロックを外せる、あ、じゃあフェイス、なんて言うんだっけ、フェイス ID でやらなくていいんですね。なんか私の携帯がフェイス ID あんまりなんか機能してくれなくって、いつも打ってるんですよパスワードを。ショールームもタブレット、 DMM は大きい画面で見たい、あ、そうそう、そういうのです。すごいわかるんですよ、なんかわかります。ライブ映像とかなんか大きい画面で迫力で見たいですよね。 G-SHOCK、 テレビに飛ばして、あ、なんかテレビを家族が見てたりとかとか、なんだろう、なんか夜なんか 寝られないなって時に、なんかお布団の中で見る時とかです。あとなんか私なんかドライヤーするときに静かだとなんかダメで、ちょっと理由があって、それでなんか動画見ながらじゃないとドライヤーできないんですけど、その時に見たりとかしてます。スマホに交通系カードの機能って電池切れが怖くてまだできない。なんか私は交通系カードスマホに入れちゃったんですけど、確かに、でもなんかスマホに入れるとあのカードの方が使えなくなっちゃって、そのなんかどっちか持ってれば OK っていうのはなくって、スマホに入れたらカードの方は無効になっちゃうし、あとなんか番号が新しくなるんですよ、 ID が新しくなるので、なんだろう、なんかパスモ、あ、パスモじゃない、交通系カードをあのあれ、なんか例えば会社のなんだろう鍵とか他の機能に使ってたらなんか手続きが大変かもしれないです、もしかしたら。でもなんかパスモは、あ、パスモって言っちゃったパスモじゃないです、あのカード交通系カードは結構お家に忘れちゃうことが多いんですけど、スマホってなんか忘れないっていうか、忘れてもなんかすぐ気づくんですよ、なんかだから忘れない率はスマホの方が高いかもしれないです。自分もタブレットで見る、わかるんですよ、わかります。 Fire Stick ID じゃない TV、 よいよ、なんか聞いたことない、いっぱいあるんですか、ドラマとか。通知を時計で見れる、必要な通知かすぐ分かるのが良いです。アップルウォッチですか。そうなんだ、そっか。どうしようかな。2番見終わりました、見終わりました。スティックはマジでいい。iPhone15 は
なんかちょっとちょっと説明が難しいんですけど、なんて言えばいいかな、ちょっとお話できる時になったらお話ししますね。音楽聴くとき Apple Watch がリモコン代わりになる。ああ、止めたりってことですか。アマプラと DMM はテレビ。そう、タブレット便利なんですよね、すごい。だから使ってます。なんか板書もタブレットで、タブレット iPad なんですけど、それで板書してます。なんか普通に大きさがノートくらいあるので、そう使ってるんですよ。なんかそう同じ学科のなんか知り合いの方もタブレットで板書してて、そう、なんか ノートのアプリ使ってて、ドライヤーしてるとき、イヤホンで聞いてます。動画も電池切れでも通れる。あ、そうなんだ。なんかなんていうんだっけ、シャットダウン、なんか電源落としてても使えるっていうのはなんか聞いたことあります。やったことはないんですけど。スイカはアップルウォッチにが便利。あ、確かにアップルウォッチだったらなんか手ですもんね手ですもんね。そう、両方使うのができないんですよね。あ、でも定期とかだったら無理だと思うんですけど、なんか本当に不安だったらスマホにもう移して、パスも交通系カードをなんていうんだっけ、新しく作る、だから2枚持つとか、ちょっとお金もったいないかもしれないんですけど、なんか3000円くらい入れといて、どっちが持ってれば大丈夫みたいな。こんばんは。確かに電池切れ怖いですもんね。イコカ使ってる。イコカは愛知県ですか。なんかなんだっけ、イコカ、そう、なんか聞いたことあります。イコカは愛知県だったかな。キャッシュレス移行で年に1回くらいしかお金を下ろさなくなりました。あー、でもわかります。なんか歯医者さんとかはなんか現金のイメージがあるんですけど、でもご飯屋さんとかはペイペイとか大体使えますもんね。なんかたまに旅行で遠くに行ったりすると使えなかったり、でもそれはまあそのなんだろう、お店の事情とか、なんだろう、なんか個人経営の方とかがペイペイとかすごい使えるようにするのって多分すごい大変だと思うので全然いいんですけど、でも分かります。なんかあんまりそう本当のお金持たなくなったような気がします。そう、カード減らして、そう、財布軽くしたいですよね。パスも、確かに、でも関東だったらパスモかスイカかもしれないです。アップルペンシルは持ってないです。手書きのノートに書くときもあるんですけど、なんかなんだっけ、なんか先生が送ってくださるレジュメがなんかほとんど
あの書き込みできるんですよ。ダウンロードしたら書き込みできるんですけど、なんかたまにパスワードを設定されてる先生のレジュメだとなんかあの書き込めなくって、その共有って形になるので書き込めなくって、そういう時は手書きでノートに書いてます。うん、本当は統一したいんですけど、まあでも先生の事情があるので。黒板は写真撮る、あ、写真撮ってる方もいらっしゃいますね。でもなんかレジュメ本当に何枚も使うので1回の授業でなんだろう50枚とか使う時もあるので、全部パシャパシャ撮ってたらちょっと うるさいじゃないですかだからなんか私はちょっとなんだろう、まあなんか大切なところだけ何枚かだけ撮るのもいいと思うんですけど、後でテスト期間中にちょっとあんまりにも少ないと不安になっちゃうので、そう全部書き込んでます。なんか口頭で言われたこともなんだろう理解が深まったりするので、なんかその時はああ分かったって思っても後から見返したらえなんだっけあの時は理解できたのになってなっちゃうと思うので、授業は1回しかしてくれないのでだから書いてます。JR 日本って全部 JR 取ってますよね。愛知県も JR 通ってた気がするんですけど、あ、そっか真ん中ですよね。そっか真ん中、そう行こうかと真ん中があって、ペイペイ恥ずかしいでも確かに最初の頃はちょっと恥ずかしかったかもしれないです。なんか音が結構大きくってなんかねえ、しかもなんかテンション高いから、例えばなんだろう、うん、なんか敷居が高くて静かなお店でねえペイペイって響いたらちょっと恥ずかしいかも。あ、そっか、コインロッカーとか駐車料金も現金ですよね。うん、ペイペイの音量を下げたいですよね。なんか下げられそうですけどね。そう、災害、急に災害来たらなんか急に災害来たらとりあえず自動販売機に行ってお水を何本か買いなさいっていつもお母さんに言われてて、だからうん、そうですね、なんかお札千円札何枚かと100円玉何枚かはいつも持っておくようにしてるんですけど、そう、そういう意識も必要ですよね。日本が地震が多いので。ね、わかります、なんか紙に書くと覚えられますよね。共有のパワーポイントで授業中チャットしてるらしい。そうなんだ。普通に休み時間お話しすれば、でもあれか、休み時間じゃお話ししきれないお話もあるんですかね。あ、でもなんか授業中なんだっけ、エアーなんて言うんだっけ、エアドロップ、エアドロップでなんか絵とか送り合ってる子なんか見たことあります。高校生の時だったかな。なんか学校になんか勉強のための iPad だったら OK だったんですよ。スマホはダメなんですけど、でもその iPad でなんか面白い絵を送り合ったりしてる子を見たことがあって、音量変えられる、あ、そうなんだ、
そう、お家にはお水は常備してるんですけど外だと急にないので。まあなんかでも分かります。なんか授業中お手紙回したりとか昔から多分あると思うので。そう、お絵描きして送り合ってたらしい。あ、私じゃないんですけど私じゃないんですけど、なんかクラスの子がね、本当になんか禁止してもそうね、抜け道探しますからね。生成 AI チャット GPT ですか。チャット GPT はそう使っちゃダメです。なんかそれは最初の授業に言われました。絵しりとりできるね。そう、本当に多分絵しりとりしてたんだと思います絵しりとり、そう、まあでも楽しそう、楽しそうだと思います。学校のタブレットで配信、学校のタブレットで配信は、そう、学校は配信タブレットのなんか検索履歴とか中に入ってる画像とか見られるので、そういう専門の先生が絶対いらっしゃるはずなんですよ。配布されていたら iPad が、iPad タブレットが。なのでやめた方がいいと思いますちょっとね怖いので。だってショールームの例えば ID とパスワードが先生にバレちゃって、絶対ないと思うんですけど、先生がなりすまして配信したら怖くないですか怖いですよね。いやいやいや、どこから漏れるかわからないので。こんばんは。告白されるなら直接なんとか恋文、恋文直接の後はなんて言ったんだろう。電話かな。告白、恋文はちょっと直接か電話がいいですね。でした。制限、制限ありました。でもなんか制限ない学校もあるらしいです。なんか知り合いね、なんかすごい頭がいい高校に通ってる方がいらっしゃって、その方はなんかタブレット配布されてたけど何にも制限かかってなくって、なんか YouTube とかお勉強に関係ないものも見られて。そう、でも多分それはなんか生徒がそんなことやるわけないって先生側が信じてるんだと思います。だからやらない方がいいと思います。今仕事から帰って晩飯食べ終わってお邪魔します。こんにちは。お、ご飯食べるの早いですね。もう、でもそっか、お仕事してたらお腹空いちゃいますよね。TikTok 出たんですか。そうなんだ。結構空きましたね、時間が。そうなんだ。なんかずっと上がらないと思ってましたなんかボツになったのかなって思ってボツになったと思ってたので。いや、良かったです。外国語は紙の辞書使ってますか。使ってます。そう、ショールームの履歴が。無理しないでね。ありがとうございます。いや、呼び出されると思います絶対。星投げたい、本物じゃなければありがとうございます。でも全然気持ちだけで
嬉しいです、ありがとうございます。先生がさやちゃんになりすますの？私が学校の iPad でやったらもしかしたらだから学校の iPad でやらないです。あ、男の人が映ったらバンになるんですか？え、アカウントが消えるってことですか？え、そうなんだ。恋文ね、古風ですよね。久しぶりに来ました。なんか変なとこしちゃった。LINE、あ、LINE か。LINE でもいいと思う、いいと思います。うん、ちょっと想像ができないんですけど、でもなんか LINE だと気持ちが伝わらないから嫌だっていう方もいらっしゃいますよね。手紙、うん、なんか電話でも直接でも LINE でもいいんですけど、手紙はなんか告白ってなんだろう、ファンレターとかじゃないじゃないですか、本当のラブレターだと思うので、そうなんか手紙、そうなんかちょっと私の心ではあのなんだろう受け止めきれないかもしれないです。そう、まあ全然いいんですけど、手紙なんかあんまり手紙書く機会がなくて、夜ご飯はまだ食べてないです。そう、 TikTok はあの初期に本当に撮ったので、そうお披露目の頃に撮ったので、そうボツになったと思ってて、渋で始まる学園っぽい。渋々ですか？渋々、あ、その方は渋々じゃないです。 Wi-Fi 専用いやでもわかります、私もなんか、あ、ごめんなさい自分の話ばっかりしちゃって、なんかそういい仕事した時は特になんかね、頭使うとお腹空きますもんね。配信切れるだけ、あ、そうなんだ、じゃあアカウントが消えるとかじゃないんですね学校の iPad にゲーム、そう制限がなかったら入れてる人もいると思います。あ、そうなんだ、うずってバンになっちゃったことがあったんですね。お父さんもバン、うん、チキンラインって曲知ってます？知らないです、存じ上げませんでした。こんにちは、こんにちは、あ、お腹空いちゃったさやちゃん大好きって SKE メールで返信したらそれはラブレターになりますか？それはえ、どう思った方がいいですか？え、どうなんだろう、うん、でも全然私は気軽に送ってくださっていいと思うんですけど、ラブレターになるんですかね。なんかなんだろう、なんかスキピーみたいなことなんじゃないですかわかんないですけど、そう結婚したいとかそういうのじゃないですもんね、多分応援したいとかそういうことですよね。おさや呼びは嫌ですか？いや全然嫌じゃないですよ。おさやはかわちいくて好きなんだけど、おさやはかわちいですねかわちいと思います。 AKB のファンレターを知ってますか？知らないです、ごめんなさい、お勉強しときます。恋愛系の少女漫画は苦手、なんか苦手、なんだろう、嫌いじゃないですし全然読む時もあるんですけど、ただちょっとくすぐったくなっちゃって、それでちょっとなんか
そう、なんかムズムズするんですよ。月が綺麗ですね。そうですね公演のテストはちょっと頑張ってるんですけど、どうだろう、そうですね、ちょっと頑張ります。自分の話、いい仕事した時そう長すぎますよね。チキンラインは SKE のシングル曲、あ、そうなんですか、ごめんなさい、勉強しときます。いつも愛を込めてメール返信してます、過去スキピー、ありがとうございます。ちゃんと届いてるのでありがとうございます。スキピー、なんかいい言葉が思いつかなくって好きですとアイドルに送るのはファンレターですね。そうですね、原神のスキピは誰ですか。原神はキャラ多いですもんね。誰だろう、なんか堀江由衣さんが好きなんですよ。でファルザン好きなんですけど、でもファルザンだっけ、ファルザンか。でもなんかフリーナがすごい頑張っててフリーナがすごい頑張ってたんですよ。だからなんかフリーナがもうフォンテーヌのお話で本当に好きになっちゃって、水瀬いのりさんも好きなので、ありがとうございます。待っている間も楽しみって言ってくださって、でもさすがにちょっとっていうか、本当はかなり焦ってて、なんか同じ日にデビューしたはずなのに、いつの間にかほんのに差が開いてて、相模鉄道という会社を知ってますか。存じ上げないです堀江由衣さんは3期生のシャバ子さんも好きで、自分が声優になった、あ、そうなんですか、堀江由衣さんが好きなんですね。そうなんだ、じゃあ気が合いますね。そっか、そう、私堀江由衣さん好きで、でも本当に好きな声優さんいっぱいいらっしゃって、なんか一番最初に好きだったのは三森すず子さんなんですよ。今も好きなんですけど、それでそうみもりんが好きで、でなんだっけ、なんかいろいろ通ってきたんですよ。あやねるさんとか花澤香菜さんも好きですし、水瀬いのりさんもすっごい好きなんですよ。あと誰だ、まあなんかとにかくもう有名どころはすごい通ってきてて、あ、そう、クギュさんとかも好きで、あと雪のさつきさんも好きです。そう、なんか本当に止まらないくらいいっぱいあるんですけど、声優さんはそう好きなんですよ大塚秋夫さん、ごめんなさい、大御所ですよね、すごい。そう、名前は知ってるんですけど読み方なんて読むんだろう、多分秋夫さんですよね。あ、なんか声がすごい、あれですよね、なんて言うんだろう、渋いっていうか、そう、方ですよね。あ、お腹空いちゃった。3月2日制服の目公演申し込みました。私3月2日に制服の目出られるんですか。なんだろう、私は出ないけど行けますよみたいな、
あれですかね、ごめんなさい、あ、ありがとうございます楽しんできてください、頑張ってください。ハルヒの声の人くらいしかわかんない。あ、ハルヒの声の方すごいですよね。だってハルヒの声優さんやってた頃中学生だったかな、なんかすごい小さ、あの若くって、そう、なんとか上舞さん知ってる、そう、名前は聞いたことあります。なんて読むんだろう、なんて読むんだったかな、ハロハロ、こんにちは、 I'm from JKT48、 おー、Thank you、 Come on SK48 堀江由衣さんはなんとなくわかる。日暮らし見たことあります。あー、なんかごめんなさい、いつもなんかもう声優さんの話するとそういつもアニメの話になっちゃって、そう、でも私なんかもうそろそろなんか世の中にはアニメにそんなに興味がない方もたくさんいらっしゃるってことを学ぼうと思ってちょっと抑えますうん、黒ひげの人、あ、そうなんですか、0048という AKB のアニメがあった。あ、そうなんですね。淵上舞さん、あー、淵上さんって読むんですね。そうなんだ、田中敦子さんが大好きです。あー、なんかその方もなんか見たことがあります、エンドロールか何かで。好きな話、なんだろう、好きな話ね、そう、アニメの話をなんか一緒に楽しんでくださる方もなんかもちろんいらっしゃるんですけど、ただそのなんか本当に皆さん優しいので、なんかなんだろう、興味ない話とかつまらないお話があった時もコメントでつまらないって書かないじゃないですか、まあ、当たり前かもしれないんですけど、だからそのなんかみんなが楽しんでくれてるって思っちゃって、でもそれが勘違いだったらいけないから、そう、なんかやっぱり言えない方もいらっしゃるので遠慮してくださって、自分の好きな話、なんだろう、放浪者推しだけど、放浪者推しだけど関雲に移動人権取られてショックです。いや、全然奪われてないと思います。だって放浪者はなんだろう、放浪者の良さがありますし、まあ、確かに放棄で風元素で移動するからあれだけど、でもなんか見た目とかなんかパーティーのバランスとかあると思います。スパイファミリーは途中まで見てました。なんかそう、70話くらいまで、あ、漫画の方の見てたと思います。種崎あつみさんいいです。アーニャの声の方ですよね、フリーレンとアーニャの声の方ですよね。わかります、なんか本当に声がたくさんありますよね。評価だったかな、評価はあれですよね、あのミステリーアニメですよね、まだ見たことないんですよ。なんか絵が京アニで可愛くって見たいんですけど、アーニャのガーンの顔面白くて好き中敦子さん、フリーレンの師匠のフラミ役だった。フリーレンってフリーレンの師匠がさらにいるんですか。そうなんだ、知らなかった。私フリーレン見てなくって、フリーレンが勝手に
お話の中で一番偉い人だと思ってました。そうなんだ。そうですよね。というわけでちょっとお話を変えまして声優興味ありますか？声優興味あります。声優になりたかったんですよ。声優さんになりたかった時期があって、まあ小学5、6年生くらいの話なんですけど、でなんだろう、なんて言えばいいんだろう、あの生物に興味が出てきて、声優さんももちろん素晴らしいお仕事だって今も思うし大好きなんですけど、なんかもうちょっとなんだろう生物とかに関係するお仕事にしようかなって思ってでやりました。生物の方に移転というかしました。そうだから好き、別にそのなんだろう、なんか今はなんか卒業とかもちろん考えてなくって、だからはい好き辞める、声優なるとか思ってないんですけど、そうですね、もし SK48 に在籍してる中で声優さんとかやれたらすごい夢みたいなお話ですよね。なんだろう、なんかさっきなんかお掃除してたらなんかギターが出てきたんですよ。これなんですけど、それであの最初にアングルを決めるときになんか映ってたんですけど、そうなんか弾けないので映っててもなって思ってちょっと隠したんですけど、そうギター持ってるんです。なんか一応見せますか。弾けないんですけど。弾けないです、アコギです。そう作詞作曲もしたくって、なんか頭の中で曲作ることはあるんですけど、でもなんか楽譜に書き下ろす能力がなくって、あーでもどうしよう、ギターってうるさいんですかね。あーごめんなさい、ちょっと開けます、ごめんなさい。練習するの？今はしないです。え、ちょっと見てもらおうかなって思ったんですけど、そう、あ、弾いちゃった懐かしい。ご近所が平気なら多分大丈夫です。こんなギターです。そう、これで部活で使ってました。ギター配信は先輩もしてるよ。沢田香音さんとかですか？メーカーはヤマハさんです。なんか私あのなんか家の楽器全部ではないかな、ほとんどヤマハさんでギターに合ってる。え、本当ですか？ギターじゃんじゃんじゃん、うん、そうでもシンガーソングライターさんに見える全然弾けないのにありがとうございます。え、本当かな。こんな感じでギター持ってます。じゃあ、あっごめんなさい、ちょっと今のはうるさかったかもしれない、しまいます。ギターに名前つけてますか？つけてます。じゃらーん絶対うるさかったですよね、ごめんなさい。本当になんかこんなのついてたっけ。馴染ませていこうギターでした。なんとなくあの背景がいいかもしれないから、あ、じゃあちょっと立てときますね名前はギータ違います綺麗に使ってるのね。
逆です。使ってないんですよ。だから綺麗なままなんです。軽音みたい。そうですよね、確かにアコギなんですけど。あ、ごめんなさい、びっくりしましたよね。そうですよね、アルペジオは何ですか。アルペジオとはいいギターじゃん。本当ですか。そうなんだ。なんか結構安かったんですけど。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんね。ご近所さん大丈夫、大丈夫です。あの壁が厚いので。あと、あのご近所さんも普通にベランダでラッパ吹いたりするので。はい、買うきっかけは部活に入ったからです。なんか軽音みたいなギター使う部活に入ってて、それで、でもあんまり使わなかったんですけど、弦は張ってます。そう、まずチューニングからなんですよね、本当に弾くとしたら。持ってたらやってる風の人に見える。怖い、倒れそう。あ、ギターがですか。そうですよね、確かに。じゃあバイバイ。そう、私本当に趣味が多くって、なんかなんだろう、別に飽き性なわけではないんですけど、何でも好きなんですよ。だからギターも好きですし、そう、これを夏休みとかなんか背負って学校へ行ったんですよ。失礼しました、本当にあのびっくりされた方本当に申し訳ございません。弾くやつ、ああ、タンタンタンタタンってことですか。ベランダで、そう、本当にパズーみたいな。ご近所さんが本当にパズーみたいで、全然いいんですけど、そんな早朝に、まあ早朝なんですけど、全然いいんですけど、そう、めっちゃなんかジブリみたいなんですよ、毎朝。その頃は弾けたの？いや、弾けなかったですね。そう、ギター本当にやりたいんですけど、あの本格的に。趣味一覧、趣味一覧なんだろう、なんかもう自分でも忘れちゃってる趣味とかって、なんだろう、でもそう、なんか新しいことを始めるのも好きですし、前からの趣味を続けるのも好きなので、そうですね、いつか皆さんの前で弾けたら。ピアノは弾けます。そう、ギターよりピアノの方が全然できるんですよ。ピアノやってたので。ギター弾く曲も公演であるから弾けるといいね。そうですね、本当に弾きたいです。弾けるようになりたいです。空青って難しいんですかね、やっぱり。もうちょっと練習
頑張らないと弾けないですかね。趣味はなんだろう、スポーツ観戦も好きですし、アニメもドラマも映画も漫画もなんか音楽聴いたりとかラップ聴いたりとかとかあとなんだろう、なんか変なとこしちゃった、そう料理も好きですし、なんかお菓子作りとかも時間があるときはするんですけど、最近してないんですけど、なんだろう、でも本当にキリがないですね。なんかコスメ見るのも好きですし、ゲームとか、ゴルフとか、なんだ、テニスはまあできないんですけどテニスラケットあるんですけどね、ここに。そう、テニスはできないけど楽しかったです。ご近所さんは毎朝じゃないです、トランペットは。集めてるもの、集めてるもの、なんだろう、好きなグループのグッズとかですかね。あとなんだろう、サンリオのグッズとかも結構好きで、ピアノ、いやでも本当に全然弾いてないので、最近多分もう弾けないと思います。ピアノ弾ければギターもいける、そう思ってたんですけどね、なんかギターピアノより難しいなって思って、なんかなんだろう、弾けば音が出るっていうあれでもなくって、なんかまあ弦楽器全部そうなんですけど、バイオリンとかの方が多分難しいんですけど、でもなんかそうチューニングもそう一回一回しないといけないですし、あとなんだろう、なんかとにかく覚えることが多くて、その行動だから結構大変で、推しのスポーツチームありますか？日本日本が好きです。そういつも日本応援してるんですよチームなでしこジャパンとかそういうことですか？チーム、そう国でしか応援したことなくって、そうピアノはもしかしたらまた練習すれば弾けるようになるかも。ゴルフもそうなんか今日配信で見せられたら見せようと思って、一応お手元に置いてるんですよ全部。でも3つだけです。あとはバドミントンのなんかラケットがあって、それだけです。まあバドミントン、これはラケットは私のじゃなくって家族の持ち物なんですけど、スキーとスノーボードはやらないです。こんばんは。物入れで配信してるの違いますよ、お部屋です。ドラマ映画はどういう系統ですか？でも本当に系統とか縛りがなくって全部全部ですね。なんかマイナーなものも好きですし、なんかドキュメントに近いような、あとはドキュメンタリーかとか、なんか重い話も好きですし、楽しい話も好きですし、最近見たのは連れが鬱になりましてっていう映画で、そう見たんですよ。とかなんかまあ恋愛映画とかも見る時もあります。戦うのも好きですし、あとなんだろう、ちょっと
怖い感じのとかも見ます。アコギ、アコギです。パンチウサギとチーカワはあんまり詳しくなくって、そう、なんかキャラクターの名前も全然わかんなくって、なんかハチワレっていう猫ちゃんとチーカワはクマでしたっけ、ウサギでしたっけ、もうなんか本当にこのこういうレベルです。サンリオの推しキャラはなんだろう、3人いて、シナモンとクロミちゃんとマイメロが好きなんですけど、あとはでもなんだろう、ポムポムプリンも好きなんですけど、それくらいですかね。はじめまして、はじめまして、こんにちは。そう、指長い、長くないと無理なんですよ。なんでかっていうと、ギターってあの F コードっていう難関があって、それはあの6本の弦、確か6本だったかな、5本バージョンもあるんですけど、6本を人差し指で全部押さえながら別の指でなんか押さえて、こういう感じになるんですよ。でもまあこの子の負担が大きいじゃないですか。それであとなんだろう、どんどんやってって、多分指が硬くないと F コードって押さえられなくって、すんごい大変なんですよ。しかもなんかなんだろう、瞬発的にはできても曲の最中で C コードから F コードみたいな感じで急に一瞬で F コードになんないといけないので、そう、そういうのが大変で、ギターを嬉しがってる？本当？バター見せて。バター？あ、パターか。あ、ゴルフですか？ゴルフはちょっとあっちに置いてきちゃって、じゃあ、今度お見せできたら。どこのクラブ使ってるの？なんだっけ、なんかもう全部親に任せちゃって買ったので、ピンクと白なんですけど、クラブのメーカーはわからないです。そう、本当にいろいろ出てくるんですよ。大学はもう春休みに入っていっぱい練習させていただいてます。そう、今日はたまたま配信中に見せられたらと思って用意してるんですけど、でも後でしまいます。ちゃんとゴルフラウンドしたことある？ラウンド、あー、お外でってことですか。私打ちっぱなししかしたことなくって、そう、お外でやったことないです。ホラー系もそう好きなんですよ。握手会会場でメンバーとファンがバドミントンしてた。楽しそう。やりたいですね。でもそれは握手なんですか？握手もしてバドミントンも、ミステリー系も好きです。そう、いっぱい見るんですよ。一番好きな映画は難しいですね。なんかジャンルごとになったらあるんですけど、いやーちょっと難しいですね。アニメ映画だったら劇場版エヴァンゲリオン2かな、あのリピートの 新劇場版か、あれが一番なんか傑作だったなって思って、あーでもジブリも好きだから、
うん、いっぱい減りますね。本当に世の中は面白い映画がたくさんですね。明日23度。高いですね。そうなんだ。そんなに。あ、ちいかわはうさぎなんですね。そうなんだ。解剖セットは自分のは持ってなくって、あの大学に借りる、なんか授業始まるときに机に置いてあって、それです。返さないといけないやつです。ハンギョドンが好きなんですか。そうなんだ。マイメロっぽい。ありがとうございます嬉しいです。ピンクだからですかね、服が。クロミちゃんはなんか、クロミちゃんのなんだろう、なんか性格も好きで、頑張ってるのに なかなか報われないところとか、なんかちょっとかわいそうだけど、でもそこが応援したいなって思って、うん、幸せになってほしいです。ポンポンポンプリン可愛いですよね。F より G の方が難しくない、小指だけで押さえるの。 G コード、どんなでしたっけそう、何せ全然やってなかったものであんまり詳しくなくって、でもありがとうございます。そう、本当に指つりそうなんですよね。そう、コードチェンジが、ハンデどれくらい、ハンデゴルフですか。ハンデゴルフってハンデありましたっけハンデってなんだろう。ハンデよかったら教えてください牧場かよいやちょっと目が見えなくってスポーツするイメージなかったですか。でも確かに、いやでもそれをイメージは合ってます。ゴルフなんて、ゴルフなんてとか言っちゃいけない、あのあのここしか動かさないので、ゴルフって。そう、なんかテニスみたいに走り回ったり、陸上みたいにたくさん走ったりするのは好きっていうか、うん、得意じゃないです。細田守監督の作品に出てきそうな顔してる。そうなんですか。私がですか。でも可愛いってことですかありがとうございます。いやでも私あのなんて言うんだろう、あの作画すごい好きなので。そう、細田守監督の映画は君の子はじゃない、天気の子まで、禁断、ごめんなさい、天気の子まで全部持ってて、 DVD が好きなので嬉しいです。ありがとうございます。コースも回ってるの。多分そこまでやったことないです、ゴルフは。そう、春休み中に公園出たいですね。春休み、多分いっぱい練習できるのでラピュタは本当にあると思いますか。あると思います、どこかに。うん、でもなんか浮かぶって原理が説明できないから難しいですね。でも地球も浮かんでますもんね。なんかそんな感じであると思います。そんな握手会っていろいろやってたんですね。ホラー好きなら来るって映画おすすめ。あ、なんか聞いたことあります。多分私気になっててチェックしてた気がします。まだ見てないんですけど、じゃあいつか見ますね。こんばんは、こんばんは。イベント兼でバドミントンバドミントンね、すぐラリーが終わってしまいそうな気がして。新エヴァンゲリオン賛否両論。あー、まあまあ気持ちはわかります。すごいなんか私すごいなんか
なんだろう、あの幸せなあの何にも考えずに見ちゃうので、まあ、考えるんですけど、だから単純にエヴァンゲリオンの、 あの集大作として応援し好きなんです。お話も好きなんですけど。お疲れ様です。お疲れ様です。 Q が好きだった、真心を君にですか。あれも面白いですよね。なんだろう残酷だけど面白かったです。ジョハーキュー、ジョハーキューだったら、Q が一番好きですかね。なんかジョハはあのなんだろう、無印のアニメのあれ全部見てたらなんとなく内容わかるので、Q がなんか新しい感じがして、そう動画ね、定額配信サービスってなんかなんだろう、その作品単品だったら多分手を出さなかったかもしれないみたいなのが見つかって、しかもお金が変わらないから、なんか初めなんだ、いつもこういうの見ないけどなんとなく見てみようとか、まあなんか合わなかったらやめればいいかみたいな、そういう気持ちで入れるのでいいですよね。ちいかわは食べ物が湧き出る世界の話、そうなんですか。そうなんだ。どこがちいかわなんだろう。堀江ゆいさん好きです。打ちっぱなし、そう打ちっぱなししかないのでハンデは知らなかったです。うん、ティーンズユニットは頑張ります。そう。ゴルフお金かかりますかね。どうなんだろう。まあでも私もそんなに毎日行ってた。本当じゃないので、そんなにあのなんだろう、ジュニアプロゴルファーじゃないのでその趣味の範囲でたまに連れてってもらったりして、だからそんなに、そうゴルフあんまり動かないですから、あんまり疲れないからいいですよね。あ、うん、間違えた。細田守監督は狼のことがですよね。ああ違いました。細田守監督も持ってます。細田守監督の方が何なら持ってます、 DVD は。あーごめんなさい、そう新海誠監督を持ってて、あーごめんなさい、本当に失礼なこと言ってしまって。細田守監督は狼のことが、サマーウォーズとか、そうそうそう、あのなんだっけ、歌姫のなんだっけ、あ、なんだっけあれ、あー名前忘れちゃった、なんか歌うやつそうだ、守る作品はエヴァと同じさだ元監督がキャラデザーだから、どっちも好きなのはよくわかるね。わかります。そうなんかキャラデザーも好きですし、お話も面白くって、そうって XJAPAN さんが主題歌やってたよね。え、そうなんですか。あ、そうなんですかラザラみたいになっちゃった、やだ。 XJAPAN さん最新作のやつですかね、あのポスターがなんかぐるぐる巻きになってるやつですか、赤いやつですかね、あれ見てないんですよね。そうなんだ、またじゃないですごめんなさい、しつこいですね。あのそうなんだ、じゃあ見てみます。なんとなくなんかファイナルで終わっちゃってて、打ちっぱなしは何ヤード飛ばせるの、なんか最後に行ったのが
すっごい昔で、いやちょっと覚えてなくてごめんなさい。でも今度行ったらちゃんと覚えておきます。グリーンマイルという映画。そうなの。明るい話ではない。いや全然明るい話じゃなくても好きなので。腹減った、お腹空いちゃいましたね。さくらちゃんかわいいね。さくらちゃんなんか新エヴァンゲリオンのあのシーンネタバレしたくないので言わないんですけど、ちょっと泣いちゃうシーンがあって、そこでなんかもうなんか頑張ってきたねって思って、なんかお兄ちゃんがなんか無事かどうかもわからないのに今まで頑張ってきたなって思って、あ、後藤ララさんもゴルフにされるんですか？そうなんですね。物語はハッピーエンドとバッドエンドどっちが好き？どっちも好きなんですけど、なんか本当にハリーポッターみたいな、なんか王道のハッピーエンドも好きですし、なんだろう、なんかエヴァンゲリオンも真心を君にみたいな、なんかメリーバッドエンドでもないかもしれない、なんか本当に救いようがない終わり方も全然好きですし、メリーバッドエンドも好きなんで全然どれも好きです。なんかでもメリーバッドエンドが一番好きかもしれないです。なんか窓マギの映画。充電が 20% になっちゃいました。じゃあ 10% になる前に配信を切り上げます。なんかタイムラインがパンがいっぱい、あれパンしかない、どうしよう、あったびっくりした、パンが無限に湧き出てきて、テレビ版見ないで新エヴァ見てました。そうなんだ、よくお話分かりましたね。そうなんだ、いや全然本人がいいなら全然いいと思うんですけど、そうなんだ。無限に食べ物が湧き出るとしたら、なんだろう、無限、なんか全部ちょっと困るかもしれない無限ですもんね、ちょっと困るかもしれないな。じゃあお米とかですかね。なんかなんだろう、でも麦とかですかね。麦とかだったら私が食べなくてもなんか鳥とか鶏とか食べれると思うので、食べられると思うのでアニメのグッズは買う、なんか見て欲しくなった